小牧御殿、小牧大館所跡前に整備された、ポケットパーク福禄寺の石像小牧御殿は、尾張徳川家の御殿の一つ。上海道小牧塾にあった。寛永2年に、初代尾張藩主、徳川義直が高刈を死にこの地に訪れた際、この地で庄屋を務める江崎全左衛門の、蟹清水屋敷からの眺めや庭園を、いたく木に、入り、同年この地に御殿を建てた。 以後明治維新まで、尾張徳川家の御殿として利用された。敷地の大きさは46件51件で、約2350坪あった。また畳10畳以上の部屋が10室あった。天明2年には、敷地の一部に、小牧大館所と陣屋が設けられている。なお、現在、御殿があった場所には、住宅地や道路が整備されており、遺構などはほとんど残っていない。 しかし、小牧さんの記録内に、天正十二年長久手合戦時、徳川軍の本陣としその後勝利を収めた、名山なれば、勇佐ちを尊い山下二課に社を立て、小牧御殿と名付け詳しきことは、悲にとある。小牧御殿は、小牧山にあったとの記録といえる。小牧山下にあるクルワートがそれである。その際作られたのが、小牧山石踏みだが、 現在この小牧山石踏は残っていない。よって、しかしより、上の記述の真議は不明。小牧大官書は、江戸時代に、わり国庭百127村、同国カスガイ軍125村、美濃国カニ軍5村を管轄していた、大官書。天明2年、終わり藩が、年貢や、不疫の徴収を強化することや、同地の治安維持。 藩からのお触れの伝達などを目的として、上海道小牧塾にあった小牧御殿の一部に設けられた。約14名の役人が常駐していた。現在も残る福禄寺の石像は、吉直が作らせたものだと言われている。また安置する祠は、大館所の建物の一部が用いられたと伝えられている。正式には、終わり藩小牧大館支配所で、小牧さんの下。 旧小牧市役所北庁舎の場が、尾張藩小牧大館支配所だった。昭和の初め頃までは、市民なども、皆知っていたことである。もともとは、庭群を、管轄地としていた。よって、蒸気の場所は不明。小牧御殿があったとされる、場所の西側にあった。尾張名所図へ付録、出版所社年昭和5年から8年間。 岸だけの北隣に駐車可能なポケットパークが完成。ありがとうございます。